熊本市中央区北千段畑でございます。3号線ですけれども、藤崎宮北の交差点があります。でそこからこう小海商店街に入っていくような、私は知りませんでした。結構学生の頃からここ通ってたんですけど、こちらです。画廊喫茶南風堂、失礼いたします。あら、いい匂いがします。老舗の匂いがします。どういう匂い？ママさん、はじめまして。はじめましてですね。はい、はじめまして。奥に座ってらっしゃる方は、私の主人になります。ご主人？はい。ちょっとあれですか、年の差、16違います。16違う。はい、なので、じゃあ行きますか。ご主人、失礼いたします。失礼いたします。超能品チェック。まずこの絵の数々ですよね。これ絵はどなたが描かれてる？これはですね、熊本県内の、作家の方に、今回はですね、江津湖をテーマに、年に1回やってるんですね。お隣に、はい、何かその 絵がちょっとこう表に出てるような。あれはうち額縁の販売をしてるので、そしてこれが最初の業務で、30年前できて、で隣は、20年ぐらいかな。普通は逆なんですけどね。そうですよね、まあ、画廊をやってて、まあ、ちょっとコーヒーでも出そうかなっていう流れが多いですよね。多いですけどね、隠れることもなく意外とですね、いろいろ会の事務局をやってるんですね。いろんな短歌をされる方、俳句をされる方、いろんな資料が全部ここに来ちゃいますので。わかりました。じゃあ行きますか。どうもどうも。メニューチェック。メニューは見ない、ほとんど。もう決まってるんですね、はい、お客さん。流行ってないこれ、はい、おすすめありますね。はい、それではご覧いただきましょう。これが画廊喫茶南風堂の一品、南風堂おすすめランチ。今日はとんかつです。これ今日メインはとんかつですね。そうです、とんかつですね。だって付け合わせはマカロニサラダでしょ、はい、これはカリフラワー、カリフラワー、これ酢味噌、おいしいですね。まあ、ソースはやっぱりちょっと独特ですね。市販製のじゃなくて、自分で調合しますんでね、うん、これは何ですか？これはこれはね、大根おろしにメカブー。メカブー、とても健康的でいいですよ。いやいや、こういうメニューがお店でいただけるとすごくありがたいですね。マジだ。大根の辛みがツーンってきますね、うん、夏だからね、今美味しい。でもはぁ、あちらの席にいらっしゃるのは常連さんですか？はい、そうです。皆さん絵を描かれる方で、絵のグループです。絵の教室があって、そうそうそう、ここでみんなでじゃあお茶飲んで帰る。この芸術とコーヒーの香りに包まれる素晴らしい落ち着く空間でございます。男の喫茶店認定でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お店に入るとワンちゃんが一吠えしますが、めげずに入ってください。通えば吠えなくなります。中央区北千段畑町、画廊喫茶南風堂です。